一人雑談ミニーの今とカフェリターンでお礼を伝えた話。こんばんは、達也です。地味に1ヶ月以上ぶりでしょうか、少し久々な気がしますが、ミニーのことについて本当よく質問を受けるんですね。で、改めて今日お話したいと思います。10月下旬頃ですね、明らかに様子がおかしくて、病院に連れて行ったんですね。そこから点滴や検査は血液検査やレントゲンやエコーをやるんですが、2週間ぐらい毎日通院したんですね。で、いろいろ調べた結果、慢性腎不全と診断され、担当の先生には年内持つかどうかと言われたんです。それが11月の、中旬頃ですかね、もう本当にね、目の前が真っ暗になるって、ああいう時のこと言うんだなと今すごく思ってます。もう毎晩毎晩ミニーと寝る時ほんと泣けてくるんですよね。いなくなるかもってことが、受け入れきれなくて、でもそれって当たり前というか普通のことじゃないですか。命には必ず寿命があって、ミニーは今13歳ですが、猫でいうとかなり高齢になるんですね。この慢性腎不全という病気も7歳過ぎた猫にはよくあるらしいんですね。頭では分かってるんですけど、でもミニーはもっと長生きするとね思ってたから、まあ、勝手な僕の思い込みだったんですけど、でね、そんな感じで毎日へこんでたんですけど、ある日、いや違うだろうって、何でもいなくなるって決めつけるねって、なんか我に返ったんですね。ミニーは今でも僕が帰宅したら玄関まで出迎えに来てくれますし、お腹が空いたらご飯を食べるし、甘えたい時はじゃれてくるし、眠たくなったら寝るし、普通に生きてて生活してるんですね。親の僕がこんな悲しい顔してたらダメだなって思って、もうそこからは今できることをやり尽くそうと思って、今でもずっと病院には通院してるし、ミニーの食事の量やね、飲むお酒、お水の量も毎日記録につけてて、1日に必要なカロリーを摂取できてるか、1日に飲ませておきたいお水の量を飲めてるか、食べさせてるご飯をもっとミニーのことを考えた食事にしたり、今まで以上に向き合ってます。あとね、これ本当笑われるかもしれませんが、真剣に本気に大真面目にミニーと一緒に奇跡を起こしたいと思ってます。今後もね、僕の SNS 関係で頻繁に登場すると思いますが、もしよかったら画面越しですが、今まで通り可愛がっていただいて、さらにミニーが元気になる念力をね送ってほしいなと思います。もうね、やっぱり13年間の中でね、たくさんの感動と笑顔をミニーからはもらったんでね、今は僕ももっともっとミニーに気分よく毎日を過ごしてほしいと思います。
はい、そんな感じで、今度話変わりますが、以前に僕が協力しておりましたアークデュークラファンの中のリターンでね、京都でカフェに行く券を、ご購入いただいた方々にね、先月下旬頃から、予定の合う方から順番で直接カフェでお礼を伝えさせていただいてます。お礼を伝えるのはこちらの方なんですが、わざわざ京都市内まで来ていただいて本当に申し訳ございませんでした。中にはね、2時間3時間かけて来られた方もいてね、本当に感謝しています。あとね、これも本当申し訳ないんですけど、ほぼ全員の方がものすごく緊張されて来られるんですね。で、今日はお忙しいところお時間を作っていただいてありがとうございますって言われたり、帰る時にね、今日は貴重なお話を聞かせていただいてありがとうございましたって言われるんですね。もうね、ほんとね、お礼を伝えるのはこっちの方じゃないですか。アークリを守りたいという僕の考えにね、ご賛同いただいてお金を支援していただいてるわけですからね。だからね、お礼を言われるのが本当申し訳なかったんですね。感謝してるのは僕らの方なので本当にありがとうございました。で、僕のね、今までのね、バンドの活動をね、見守っていただいて、さらに引退してからね、10年も経つのに、それでも僕のね、動向を見てくださってて、その中で今回の支援のことを知っていただいてね、最初はやっぱり皆さん躊躇されたと思うんです。でも、僕とお話しできる機会だと思ってくださったり、やっぱりアークデューはなくしたくない場所だからという気持ちで今回ご支援をいただきました。何回も言いますけど本当に感謝してます。僕のスケジュールね、予定が合わなくてね、まだ半分ぐらいの方がね、来年に持ち越しになってますが、予定が合いましたら必ず直接お礼を伝えさせていただきます、ね、今回みたいに直接カフェでお礼を伝えたり、あとアークデューでね、ズームを使ってお礼を伝えさせていただいたんですが、今のとこ10人未満くらいかな、多分それくらいだと思うんですけど、実はね、顔のわかる方が半分以下で正直驚きました。もちろんね、僕の今までのバンドのファンの方たちで、当時の写真やね、フライヤーやチケットを持参された方も多くてね、持参されてた方も多くてね、大事に持っていただいてたんだなっていう嬉しい気持ちと、懐かしいなっていう気持ちでした。今回のようなことね、初めての経験でしたが、すごくすごく貴重な経験でした。では、宣伝です来年の1月10日京都アークデューでコガラス同窓会やります。次回で11回目です。僕はこの日、ヌードと白黒カラス楽団で出演します。詳細を概要欄に記載しておきますのでご確認ください。アークデューのメール予約でチケット予約受付中です。あとね、毎年打ち上げをね、90年代風にね、お客さんを入れてねやってるんですけどね、いつもどこかしらのね、お店居酒屋とかを借りてましたが、今回はアークデューを支援するという意味で、あとね、広い空間の方が安全だろうなという意味も含め、終演後ホール内で今回打ち上げを行い、参加費全額をアークデューに納めます。もしよかったらぜひご参加ください。今夜は以上となります。達也でした。おやすみなさい。